2017年表彰マスターズ見事 PQ を獲得した選手は GMRCA オフロード全日本選手権2017年2014年 PQ& ファイナリストそして15年16年ファイナリスト高城渉選手そしてイヴァン・グリットはイグマ10分の1 EP オフロード 4WD クラス2015年ファイナリストJMRCA 10分の1 EP オフロード全日本 2WD クラス2013年度 PQ& チャンピオン杉浦雄介選手そして3番グリッドは2015年 JMRCA 全日本選手権優勝その他、全日本選手権優勝3回田中和也選手そして3番グリッド2014年2016年 JMRCA 全日本ファイナリスト川本と伊達選手そして5番グリッドは韓国からの参加、2016年韓国選手権 PQ& 優勝ダニー・チェン選手さあそして6番グリッド2000年イグマ世界チャンピオンそして2002年同大会5位全日本選手権優勝8回金井雄一選手そして7番グリッド2002年イグマ世界選手権ファイナリスト JMRCA 全日本選手権優勝4回川本篤史選手そして8番グリッド、イグマオフロード世界選手権ファイナリスト、八木のりゆき選手そして9番グリッド、JMRCA 8分の1オフロード全日本選手権2013年、2014年ファイナリスト、高城学選手そして10番グリッドは JMRCA 8分の1オフロード選手権2012年2013年度ファイナリスト小林秀樹選手さあここからは勝ち上がってきた選手です、11番グリッドは茂木誠選手そして12番グリッド黒羽浩文選手そして、スポーツクラスからの勝ち上がり、13番グリッドは高島大輔選手です。さあ、以上13名でのインディケーションクラスとなります。もう
計測上トップに立ったのは実験2番杉浦選手、作戦2番杉浦選手は高島選手より、その差が約3秒。さあ杉浦選手の現在が最弱選手か、そして3番杉浦選手3番田中選手、ヒントタイムは約9秒。トップ2名、中ストレートを通過、大トップトップが通過しました。Good job. We can drive.